ボリビアの国道は、ボリビアの国家が管理する道路で、国の基本交通網をなす。2010年11月時点において、総延長は 69,820km となっている。45の国道が制定されており、1から99の番号を用いて、公式には、会、と表記される。国道にはこの番号を表記した標識が立てられている。 標識は上部に大文字でベリビアと表記され、その下に国道番号が記されている。国道番号は整備完了の順番に従って番号が振られた。ボリビア国道1号線は総延長 1215km でラパス県、オルロ県、ポトシ県、チュキサカ県、タリハ県を通り、ペルー国境のデスアグアデロからアルゼンチン国境のベルメホを結ぶ。全区間が アスファルト化されている。アルゼンチン側では、アルゼンチン国道50号線と接続している。この道路は、1998年8月31日に、法令25,134号によって、国家基本交通網の一つに定められた。ラパス県、オルロ県、ポトシ県、ジュキサカ県、タリハ県、ボリビア国道2号線は、総延長1 5 5キロメートルで、 ラパス県西部を走る。ペルー国境の傘にトラパスを結ぶ。全区間がスファルト化されている。この道路は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。本線が通過する人口線以上の都市を北西から南西の順に記す。ラパス県ボリビア国道3号線は 総延長6 0 2キロメートルでラパス県、ベニ県を走る。ラパスとトリニダを結ぶ。この道路は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。本線が通過する人口線以上の都市を南西から北東の順に記す。ラパス県、ベニ県。 タンボケマド付近の国道4号ボリビア国道4号線は、総延長 1657km で、国を東西に横断している。オルロ県、ラパス県、コチャバンバ県、サンタクルス県を通り、チリ国境のタンボケマドから、ブラジル国境のプエルトブッシュ近郊にある、コンセプシオン川を結ぶ。チリ川では、チリ11号線に接続する。 パタカマヤからカラコリョまでの 90km の区間は国道1号を通る。この道路は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。本線が通過する人口線以上の都市を西から東の順に記す。オルロ県ラパス県。 オルロ県、コチャバンバ県、サンタクルス県、ボリビア国道5号線は、総延長 896km で、サンタクルス県、コチャバンバ県、チュキサカ県、ポトシュ県を通り、国道7号のラパリサーダと、チリ国境の60番境界とを結ぶ。この道路は、1998年8月31日に、法令25,134号によって、 国家基本交通網の一つに定められた。本線が通過する人口線以上の都市を北東から南西の順に記す。サンタクルス県、コチャバンバ県、チュキサカ県、ポトシ県、ボリビア、国道6号線は総延長 976km で、チュキサカ県、サンタクルス県、ポトシ県、オルロ県を通り、パラグアイ国境のビリア村と国道1号のマチャカマルカを結ぶ。 スクレより東側の区間は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。また、スクレより西側の区間は2001年5月23日の2204号法律によって国家基本交通網に加えられた。本線が通過する人口線以上の都市を南東から 北西の順に記す。チュキサカ県1000人以上の人口を持つ都市は通過しない。サンタクルス県、チュキサカ県、ポトシ県、オルロ県、ボリビア国道7号線は、総延長 488km で大部分が舗装されている。ボリビアの中央部を走り、コチャバンバ県とサンタクルス県にまたがっている。コチャバンバとサンタクルスでラシエラ市街地に近い国道9号のエルカルメンを結ぶ。 この道路は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。本線が通過する人口線以上の都市を西から東の順に記す。コチャバンバ県サンタクルス県ボリビア国道8号線は総延長6 9 6トルの砂利道である。ボリビア北部のベニ県内を走り、 グアヤ・ラメリンと国道3号の行くもを結ぶ。守れ川を挟んでブラジル国境となっている。この道路は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。本線が通過する人口線以上の都市を北から南の順に記す。ボリビア国道9号線は アルゼンチン国境の役バとベニ県のプエルトウスタレスを結ぶ。ほぼ全区間にわたって舗装されているが、トリニダとプエルトウスタレスの間は砂利道である。しかし、両太陽間横断道路の一部として舗装が計画されている。ボリビア国道10号線は総延長 774km でボリビア東部のサンタクルス県を走る。 ブラジル国境のサンマティアスとコロニアピライリを結ぶ。サンダモントロストロンコス地域の 54km は国道9号を使う。ブラジル国境より先はブラジル070号線に接続し、ブラジリアまで続く。サンマティアスからグアビラーまでの東西の区間は、1998年8月31日に法令25,134号によって、 国家基本交通網の一部に定められた。北に伸びるコロニアピライまでの残りの区間は2002年7月19日の法令26,709号によって国家基本交通網に含められた。2007年12月16日にボリビア、ブラジル、チリの三国はラパスにおいて署名をし、この道路を太陽間横断道路の一部とすることに合意している。 温泉が通過する人口線以上の都市を記す。ビリャソンを通る国道14号ボリビア国道14号線は総延長3 9 6キロメートルでポトシ県の東部を走る。アルゼンチン国境のビリャソンと国道1号のクチュインヘニオを結ぶ。2009年にアスファルト化が始まり、1 1 0ルの橋を架けて近道が作られた。 このアスファルト化は2010年9月30日に終わった。この道路はアルティプラーノにあり、海抜が2000メートル以上の場所にある。アルゼンチン側ではアルゼンチン国道9号に接続している。この道路は1998年8月31日に法令25,134号によって国家基本交通網の一つに定められた。 本線が通過する人口線以上の都市を、南から、北の順に記す。ポトシ県、ディリクシーンナショナルデフロンテイラスワイ、リミトデルエスタドデチリ、デクラーラスヨンデラッパスハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w e l d i a r i o n e t スラッシュ noticias スラッシュ2009スラッシュ20090711 一例におピン。PHP。ありがとうございます。